ファンをアーミーと呼び、ライブやイベントのたびに、アーミーへの大きな愛を、言葉や態度で表現している BTS。今や、世界中から愛されるトップアイドルとなった BTS ですが、アーミーに対するファンサービスも昔からトップクラス。そんな BTS のアーミーへの愛情が伝わるエピソードをまとめてみました。ライブで、失神寸前のアーミーへ水を差し出すジョングク。自らの手に、アーミーとタトゥーを彫るほど、アーミーへの思いが強いことで知られているジョングク。そんなジョングクがコンサートで撮った、アーミーへの素敵な行動を2つご紹介します。1つ目は、2018年10月に行われた BTS のワールドツアー、BTS ワールドツアー、Love Yourself のパリ公演での一幕。こちらは、コンサートの後に、とあるアーミーがツイッターに投稿した動画です。コンサートでとても盛り上がる人気曲、ベプセを歌唱中に、突然、観客席の方に向かうジョングク。この動画を投稿したアーミーによると、ジョングクは、コンサート中に失神したアーミーに気づき、心配そうに水を差し出したんだそう。パフォーマンスをしながらも、観客の様子に目を配り、体調が悪いアーミーのために、ステージから身を乗り出して水を手渡すというジョングクの優しさと気配りに、アーミーからは感動の声がたくさん寄せられました。失神したアーミーに、すかさず水を差し出すグク。こういうところに惚れ直すんです。グクがライブで失神した観客に走って、水を持って行ったって。かっこよい。人間として素晴らしいな。しかし、グクの水とか失神するわ。この動画は大きな話題となり、韓国のニュースでも取り上げられたのだとか。ジョングクの優しさにあふれた行動を動画に収め、SNS でシェアしてくれたアーミーにも感謝したいですね。車椅子でライブへ来たアーミーの目線に合わせてくれるジョングク。ジョングクの神対応2つ目は、車椅子のファンに対する素敵な行動。こちらは、2019年6月に開催された BTS ワールドツアー Love Yourself での出来事です。コンサート終盤、舞台上からアーミーに手を振っていたジョングクですが、突然ステージを降りて観客席へ。ジョングクの元に駆け寄るアーミーと、そのファンを阻止するセキュリティスタッフで、会場は大混乱になりますが、それでもジョングクは、どこかに向かってまっすぐ歩いていきます。現場にいたアーミーによると、ジョングクが客席に降りたのは、車椅子に乗ったアーミーに声をかけるためだったそう。ジョングクに声をかけられた車椅子の女性アーミーは、コンサート後に、ツイッターで、その時の様子を綴っています。アーミーたちが、ジョングクの元に押し寄せる中、なんとか、彼女の元にやってきたジョングクは、彼女の手を取り、英語で、来てくれてありがとうと伝えたそう。ジョングクの行動のおかげで、このコンサートは、忘れられないものになったと、彼女は語っています。自分が客席に降りたら、パニックになると、きっとジョングクは、分かっていたでしょう。それでも、車椅子でコンサートに来てくれた彼女に、感謝を伝えようとしたジョングクの行動に、心が温まりますね。ライブで飲みかけの水をアーミーに差し出すテテ。続いては、テテがコンサートで撮ったアーミーへの羨ましすぎるファンサービスをご紹介します。こちらは、2019年4月に行われた、BTS ワールドツアー Love Yourself バンコク公演での出来事。コンサートの終盤、突然ステージから飛び降りたテテは走って客席へ。そして、手にしていたペットボトルをアーミーに差し出します。テテもジョングクのように体調が悪そうなアーミーを見つけたのかと思いきや、別の角度からの動画を見てみると、テテはたまたま目に留まったアーミーに向けてファンサービスとしてペットボトルをプレゼントしているようですね。テテの自由奔放な行動にセキュリティスタッフも大慌てです。テテちゃんの飲みかけペットボトルをもらったアーミーは、一生の思い出で、一生の宝物になるね。ただただ羨ましい。しかも、このペットボトル、なんと、
テテが直前まで飲んでいたもの。友人と飲み物をシェアするかのような気軽な雰囲気で、アーミーに飲みかけの水をプレゼントしてしまうテテの行動が微笑ましいですね。ペットボトルを手渡してもらえたアーミーにとっては、忘れられないコンサートになったでしょう。アーミー自作の刺繍を持ち歩く RM。続いて、サイン会での RM の素敵なエピソードをご紹介します。短い時間とはいえ、サインを書いてもらう間メンバー一人一人と、至近距離でコミュニケーションを取ることができるサイン会は、アーミーにとっては、とても嬉しいイベント。残念ながら BTS は、日本でサイン会を行ったことはありませんが、韓国で行われたサイン会では、楽しそうにアーミーと交流するメンバーの様子を見ることができます。特に、サイン会での対応が神だと言われているのが、リーダーの RM。アーミーの言葉に、真摯に耳を傾ける RM の優しい表情が、とっても素敵ですね。RM は、サイン会を訪れたアーミーのこと、さらには、アーミーが渡した手紙の内容まで覚えてくれていることもあるのだとか。そんな RM がサイン会で見せた神対応がこちら。サイン会にやってきたとあるアーミーが、読書が好きな RM に刺繍をプレゼント。その刺繍は、詩や文章が得意なアーミーに依頼して作ったオリジナルの刺繍だったそう。その後、RM はあるインタビューで、アーミーからもらった本を気に入って持ち歩いていると話しますが、そのアーミーは、まさか自分がプレゼントした本だとは思いません。しかし、次のサイン会で、彼女が RM に刺繍について尋ねると、RM の方からインタビューで話したのは、あの刺繍のことだよと話してくれたのだとか。しかも、周囲のスタッフや関係者にも、刺繍がとても良いと自慢していたそうです。RM は彼女がまたサイン会に来てくれるだろうと思い、その時はインタビューのことを必ず話そうと決めていたんだとか。応援しているアイドルが自作の本を気に入って持ち歩き、さらにそのことをインタビューでも話してくれるなんて、アーミーにとってこれほど嬉しいことはないですね。RM はアーミーに対して常にアイドルとファンという関係ではなく、一人の人間として同じ目線で優しく声をかけているのがとても印象的です。イスラム教徒のアーミーに配慮するバンタン。最後はメンバー全員が見せたイスラム教徒のアーミーへの神対応をご紹介します。こちらは2017年8月にシンガポールで行われたミュージックバンクインシンガポールの公開イベント。くじで選ばれたファンが舞台に上がり、BTS とセルカ、自撮りを撮ることができるというスペシャルな企画が開催されました。そんな中、ヒジャブをまとった女性が抽選で選ばれます。すると、女性のヒジャブを見た J-HOPE は、素早くメンバーに何かを伝えます。その後、女性とセルカを撮る BTS ですが、女性の体に触れないよう距離を取っていますね。前後の動画を見ると、他のアーミーに対しては、ハグや握手をしていたメンバーですが、ヒジャブの女性に対しては、あえて接触していないのがわかります。イスラム教徒の女性は、異性と握手やハグはしないという習慣を知っていたのでしょう。とっさに、相手の宗教の習慣を考慮して行動する、素晴らしい行動ですね。まとめ。今回は、BTS がコンサートやサイン会などのイベントで見せたアーミーに対する神対応についてまとめてみました。アーミーに喜んでほしいという気持ちはもちろんですが、体調や宗教上の習慣まで考慮して接する彼らの思慮深い行動に感動しました。アーミーを思う気持ちが大きいからこそ、アーミー一人一人に対して優しく誠意あふれる対応ができるのでしょうね。BTS が世界中の人々から愛される理由がよくわかります。